もうずいぶん長いこと原発が止まって一個も動かないまんま、日本はやってきました。これからも一個も動かさずにいけばこのまま脱原発ということができるというのはもうはっきりしてます。だから今選挙でも候補者の人原発のことわざと言わないんですよね。その裏で一生懸命原発を動かそうと仕事でやってる人たちが日本中には山ほどいます。だから放っておくと動かそうという動きがどん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 出てきます。だからこそしっかり原発の反対を訴えてもう道を転換しようと、脱原発への道しかないということを強くアピールしていきましょう。明日はちょうど衆議院議員選挙ですけれども、ぜひとも原発のもう原発はできないんだということがはっきり分かるような結果になるように、安倍政権の人たちにはちょっと考え直してもらおうというふうに訴えていきたいと思います。あとですね、今日仙台原発再稼働反対、これが一番直近の問題です。その後関西電力の話が来ますけれども、まずは仙台原発にしっかり反対していきましょう。今日プラカード配ってますので皆さんぜひ受け取って使ってください。その後持って帰って地元でもぜひ訴えてください。よろしくお願いします。イエイイエイ、さあ声を上げていこう。反原発渋谷大行進、Yeah, yeah, one, two. 原発いらない。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 再稼働反対。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 再稼働。Take it!